南市を流れる広渡川と坂谷川でヤマメの放流が8月12日に行われました。放流したのは日南広渡川漁業協同組合の4人が参加して、トラックに積まれた体長およそ8センチほどあるヤマメの稚魚を4カ所のポイントで放流します。そのうち広渡川上流の2カ所には4500匹、坂谷川上流の2カ所には4000匹、合計およそ8500匹のヤマメの稚魚を放流しました。ヤマメの放流は義務放流と県の委託放流があります。日南広渡川漁業協同組合の戸田組合長は、川で魚を取るには観察が必要です、密漁は犯罪なので決してしないでほしいと話していました。組合では4月にアユの放流を300キロ、7月には山太郎ガニの放流を250キロ行っています。